大阪市エトロリーバス大阪市エトロリーバスはかつて大阪市交通局が運営していた無機場電車線終戦直後ガソリンの不足からバスも満足に走らせられない状況であったため路面電車よりローコストで建設できるトロリーバス路線を開設することになったものである戦前の1933年にも導入を 検討したことがあったが、この時は実現しなかった。しかし1950年に導入が決まったものの、阪急バスなど並行する民営路線バスとの運賃協議などに時間を要し、初の路線の開業は1953年となった。以後、大阪市電がカバーしていない地域を中心に1962年まで路線を延長した。資源路線を代替した区間もある。 だが、モータリゼーションの発達で、自動車が増えしない交通が麻痺し、市電と共に、トロリーバスがその元凶とされたため、全通後早くも撤去が考えられるようになった。1965年に一部路線の廃止が行われ、大阪万博さなかの1970年6月14日限りで、市電より若干遅いながらも全廃された。 1969年10月当時1963年当時ありがとうございます。